疲れ様です。パーソナリティのみかんです。今日も動画を見ていただきありがとうございます。さて、今回のテーマは国連女子差別撤廃委員会の余計なお世話すぎる勧告に世界が失望をお送りします。さて、国連女子差別撤廃委員会が日本に関してまとめた最終案に、皇位継承権が男系男子の皇族だけにあるのは女性への差別だとして、皇室典範の改正を求める勧告を盛り込んでいたことが判明しました。日本側は委員会に強く抗議し、削除を要請。中ジュネーブ日本政府代表部の代表が委員会の副委員長と会い、皇位継承に関する歴史的背景を説明した上で、女性を差別することを目的とするものではないと主張した結果、最終的には発表された見解からは皇室典範に関する記述は消えています。この報道に国連を非難する声が外国人から続々と寄せられていました。ここでその声の一部をご紹介します。海外の反応。こんなこと勧告するなんて信じられんな。国連ほど役に立たない組織も他にないよな。アメリカ。そんなことを要求する権利が国連にあるのか。それに、日本には過去に9人女性の天皇もいたぞ。国籍不明。数あるアフリカの紛争や貧困問題はほとんど解決できてないのに。なぜに国連はいつも日本の伝統を攻撃するのか。カナダ。で、何か問題でも？これは日本がどうするか考えるべきことだろう。国連がくちばしを入れることじゃない。米国、日本在住。私としてはこれは日本国内の問題のような気がします。天皇の地位はあくまでも象徴的なものですし。アメリカ。シリア問題。サウジによる空爆、イエメンの文化財保護。もっと、喫緊の課題に気を配ったらどうだろうか？フィリピン。国連には、全くもって関係のない話じゃん。国民に対する愛情がないアフリカの独裁者たちや、北朝鮮の問題を、まず、どうにかするべきじゃないの？ああ、それは危ないもんな。ああいうタイプの人間たちはやり返してくるから。国籍不明。公平に言って西洋とコンタクトを持つ前までは、日本には女性の天皇が何人か存在していたし、女性の権利に関してはよりリベラルな文化を持つ国だった。どういう見方をするかにもよるけども、アメリカ。一つの国の伝統的な王室、皇室制度に対して、国連は自分たちの見解を押し付けるべきなんだろうか？いいや、もっと懸念すべき事柄があるはず。例えば、第三世界の貧困問題や民主主義を謳う国々の腐敗。大いに議論を戦わせるべき難しい問題は他にある。国籍不明。国連は自分たちがなすべき仕事に集中した方がいい。自分たちの世界観を主権国家に押し付けるのはやめるんだ。この件に関与できるのは明らかに日本人、そして日本だけだ。国連が傲慢なのははっきりしてる。オーストラリア。日本は抗議をするべきだ。国連は日本の国内の事柄を非難するために作られたわけじゃないんだ。こういったことは日本が決めるべきことで、国連の出る幕じゃない。いいか、国連は国際法を破る国を追求するために存在するんだよ。それなのにやりたい放題じゃないか。シンガポール。国連委員のこの勧告を受けて、菅義偉官房長官、当時は記者会見の中で、我が国の皇室制度も諸外国の王室制度もそれぞれの国の歴史や伝統が背景にあり、国民の支持を得て今日に至っている。我が国の皇室制度のあり方は、
女子差別撤廃条約で有差別を目的としていないのは明らかであり、委員会側が我が国の皇室典範について取り上げることは全く適当ではないと答弁しています。安倍晋三首相当時も参院予算委員会で同氏の批判を述べ、さらに今回のような事案が二度と発生しないように女子差別撤廃委員会をはじめとする国連及び各種委員会にあらゆる機会を捉えて働きかけていきたいと強調しました。至極真っ当な見解であり、迅速かつ適切な対応であって、これ以上付け加える必要はないですが、この機会に日本の皇位継承について改めて考えてみましょう。知っての通り、日本の皇位継受けたままは男系によって堅持されてきました。皇室における男系とは、父方を通して歴代天皇の系譜につながる方々を指し、女系とは母方を通してしか歴代天皇の系譜につながることのできない方々を指します。この原則は第2代の泰康氏天皇から125代の金城天皇まで2004年にわたって脈々と受け継がれ、この揺るぎなき伝統を万世一系と称します。なので女系による皇位継承はこの定めに背反し、皇統の断絶をきたすものと考えられてきました。これは力づくによるものではないにしろ、中国の歴史に頻発した液政革命に類似する王朝の交代と同視されたからだと言われています。この原則はもともと建国以来の不分の大法に基づくものでしたが、明治になって憲法皇室典範にて成文化され、日本国憲法の下でも継承されています。憲法第2条は皇位は世襲のものであってとあり、必ずしも男系に限定していないかのように解する向きもありますが、現憲法の制定に際しての政府側答弁でも男系を意味すると明言されています。これを受けて現典範は第1条に、皇位は皇統に属する男系の男子がこれを継承すると規定し、旧典範第1条大日本国皇位派祖宗の皇統にして男系の男子これを継承すを踏襲していることは明白。この点に関してよく言われることですが、我が国にも過去に女性天皇がおられたではないかという反問について簡単に触れてみましょう。確かに日本には八方十代の女帝女性天皇がいらっしゃいましたが、全て男系であり、しかもこれらの方々の大半は皇嗣が幼少であるなどの事情に基づく中継ぎの即位であって、あくまでも一時的例外的な存在です。また過去の女帝は元皇后または皇太子妃の場合、全て未亡人であり、未婚の方は生涯独身を通され、配偶者を有されたままで皇位に就かれたことは皆無だったそうです。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、ごく簡単に日本の皇位継承について述べてきましたが、国連の勧告がいかに日本の歴史伝統に無知かつ非常識なものだったかが分かりましたね。勧告は女性差別撤廃の視点から男系男子と女系女子を単純に対比させて、後者にも皇位継承権を与えようと主張しているようですが、男系女子女系男子については何の言及もありません。過去の女帝の存在は全く視野に入っていない。また勧告の根拠となっている国連の人権宣言は、人種皮膚の色性別にとどまらず、宗教政治上の意見などの差別をなくすことを謳っていますが、今回のような恣意的なものが過去にもあったのか、改めて検証してみる必要があるでしょう。少し遡って考えてみれば、小泉純一郎内閣において女系導入も辞さない皇室典範改定が拙速に推進されようとしたことがありました。しかし女性天皇と女系天皇の違いも明瞭ではない首相の独走に対して、少なからぬ国民が反発したため、次の安倍首相によって法案は白紙に戻ったという経緯があります。まあ何はともあれ、国連の日本に対する過干渉壁は何とかしてほしいものですね。よかったら
皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは、最後まで見ていただき、ありがとうございました。